はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いということでございまして、元嵐の松本潤さんのお仕事について占っていきたいと思います。というのもですね、今年大河が決まったらしくて、もうね、撮影に夏ぐらいからかな、入られるらしいんですけれども、はい、おめでとうございます。もう大河といえばですね、もう本当にすごい大きなお仕事でございますからですね、ぜひね、万全の状態で望んでほしいというふうに思うんですけれども、じゃあまずですね、星回りから松本潤さんの今年をね、占っていきたいと思うんだけれども、あのね、お持ちのメインの星が八白土星になりまして、八白土星さんね、今年はね、非常にね、変化が多い年になりやすいですね。ですので良くも悪くも状況がね、ガラッと変わりやすいんですね。ですので、あのね、まあ、その波にきちんとね、乗れるように、まあ、いろんなね、ものを準備しておいてほしいというふうに思うんだけれども、まあ、そこから派生して健康を見ていくと、やっぱりね、健康はね、心配です。というのもね、さっきも言ったように、良くも悪くも状況がね、変わりやすい、非常にね、こう波ができやすい年になっておりますので、それにね、体がついていくのがね、やっぱりね、こう追いつかない時が来ると思うんですよ。やっぱり負担にね、なる部分もあると思いますので、ですので今年は特にね、まあ大河の撮影だから難しいとは思うんだけれども、とにかくこまめにお休みを取ってもらう、で体のねケアをきっちりしてほしいと思いますね。特に関節とか、あとは筋肉系、でメンタルもそうなんだけれども、あと腰か、そういった部分がね、ちょっとね、壊れやすい流れでもございますんで、そこをね、しっかりケアしてもらえるといい方向に進むのかなという感じがいたします。ではですね、タロットの方にもお仕事運聞いていきたいと思います。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、そうですね、なるほど、やっぱり変化が激しいですね。はい、じゃあまあね、読んでいきたいと思うんですが、まず過去の流れからね、見ていきたいと思うんだけれども、こちらですね、ペンタクルのクイーンの逆が出てます。意味的にはね、なんかね、なんていうのかしら、評価されなかったとか、認めてもらえなかったとか、努力が無駄になったとか、そういった意味があります。ですので、ま、私はそんなにね、すいません、詳しくないので、多分皆さんの方がね、あの松潤さんのことね、ご存知だと思うんだけれども、何かあったのかな、何かありました、なんかね、すごい失望感があります。あれだけ頑張ったのに、なんかうまくいかなかったとか、なんかそういったね、無力感とかまではいかないんだけれども、評価されなかった、正当な、なんていうのかな、こうジャッジというか、自分が思ってるほど成果が上げられなかったとか、そういったね、気持ちはとても強いですね。ですので、もしかしたら松潤さんだけがそう思ってる可能性もありますね。周りはちゃんとできてるじゃんというふうに思ってるかもしれないけれど、松潤さんはおそらくこう、なんていうのかな、目標が高いので、自分が思ってたほどの結果が出なかったというふうに思ってらっしゃる可能性もありますが、とにかくね、ちょっと失望感が自分のお仕事の結果に対して、持ってらっしゃる感じが見えます。で、現在のカードなんですが、こちらですね、ソードの10の逆になりまして、今回の感じから見ると、おそらくね、非常にね、怖かった、自分の仕事どうなるんだろう、俺これからどうなるんだろうっていうね、気持ちがとてもあったんですが、ちょっとね、気持ちが好転してきた、ちょっとなんていうのかな、前向きになり始めたっていう部分があります、お仕事に対して。ですので、まあね、まあ、苦しいのは
まだあるんだけれども、ちょっとね、気持ちが晴れてきたのかなという流れが見えますね。で、ここからね、ぐっと上がります。2、3ヶ月後の近未来を表すカードになるんですが、こちらがですね、ストレングスのカードの聖地になるんだけれども、意味的にはね、こう強い精神力で乗り切っていくとか、あとは困難に対してちゃんとね、真正面から向き合うとか、達成感を得るとか、そういった意味があるんだけれども、大河かな、詳しいこうクランクインの時期私存じ上げないんだけれども、2、3ヶ月後にぐっとね、気持ちが上がっていってお仕事も上がっていくので、いい方向に進むと思いますね。だから本当こう一回今下がってる状態からガッとね上がっていく、非常に力強いカードっていう風に思います。なんですけど、ここなんですよね、そのさらに先の未来で、カップの3の逆が出てるんですが、これがね、なんかね、ちょっとうまくいかなくなる、なんかね、こう上がってきてさらにズドンではなくてちょっと下がるくらいなんだけれども、なんかちょっとこう人間関係でお仕事のね、そういったもので若干揉めたりとか、あとはなんというかな、ものすごい不調ってわけではないんだけれども、うまく歯車が合わなくなってきたっていう感じが見えます。ですので、やっぱり変化が激しいね、すごいですね、グワングワンなってるっていう感じがします。ただ、ここで下がるときはね、ここほど低くはないので、まあね、ちょっとお仕事がうまくいかないのかなっていう程度で済むのかなって感じがしますね、今年に関しては。はい。で、こうなってしまったらおかしいんだけれども、松潤さんが持ってらっしゃる、私たちに見えない部分の、課題とか、そういったものがあるとすれば何かっていうお話なんですが、こちらがですね、ワンドの4の政治になります。意味的にはね、順調とか安定とかそういった意味があるんですよ。ですので、もちろんね、松潤さん非常にスターですし、努力もね、たくさんされてきて今の地位があると思うんだけれども、やっぱり比較的順調にいっていたお仕事ねっていう流れがあると思うんですよね、今までの芸能人生で。ですので、もちろんこう浮き沈みはあるんだろうけれども、比較的、一歩一歩階段を上るようにキャリアを積み上げていったっていう部分があると。なんだけれども、さっきね、星の話でも言ったように、今年はね、やっぱすごいね、良くも悪くもアップダウンが激しいんですよ。ですので、その状態、その運勢にちょっと馴染みきれないというか、今までないことだから、おーおーどうしようっていう風な感じでちょっと戸惑ってしまう流れがね、あるのかなっていう感じがします。ですので、そうね、やっぱ今年が山かな。ちょっとね、変化に飲み込まれないようにしてもらうといいのかなという風な感じがあります。で、今の松潤さんのお気持ちをね、今度は見ていきたいんだけれども、こちらですね、カップの9の逆になります。意味的にはね、こう月がないなぁとか、満足いく結果が得られないなぁとか、そういった意味があります。なんか評価されないなぁとかね、やっぱりこことリンクしてると思うんだよね。今すごくね、自信を失ってる感じがありますね。そうね、やっぱいろいろあるのかなぁ。で、周りからどう見えてるかわからないんだけれども、おそらくね、目標が高い部分もあると思うんですね。さっきも言ったんですけれども、自分に厳しい部分も終わりになるかなと思うので、その部分で自分に納得できない、自分の出した結果にこう憤ってるというか、ちょっと嫌だな、なんで俺こんな風になっちゃったのかな、俺大丈夫かなっていう風に思ってる節があるような感じがしますね。ちょっとメンタル面もね、若干ケアが必要かなって感じがしますね。ちょっと心配ですね。芸能界いろいろあると思いますんで、しょうがない部分ではあるんだけれども、はい。じゃあね、周りはどう思ってるのかっていう部分なんですが、おそらくね、スタッフさんとか事務所さんとか、そういうことを表すと思うんだけれども、ワンドのナイトの政治が出ております。意味的にはね、もう逆、もうグイグイ攻めるぞ、タイガーも決まったぞ、行くぞみたいな、そういったね、マス順をもっと売るぞっていうね、気持ちがすごい出てます。ですので、周りは全然ね、悲観的ではない。だから、多分ご本人のね、中での自己評価の問題だと思うんですよね。だから周りがね、すごくグイグイ押していくぞって気持ちが強いから、もうね、乗っていかれるのが一番いいと思いますね。そうね。周りの持ってくるお仕事であるとか、これが出てくるってことは、お仕事がね、調子のいい証だと思うんだけれども、事務所が持ってくるお仕事とか、そういったものをもう淡々とこなしていく、
感情とかブレる部分あると思うんだけれども、変化が激しいからね、そういったことをまあもう抜きでこう、ね、対処とりあえずしていく、目の前のことを消化していくということをね、考えられるといいのかなという感じがします。はい、で次です。これがですね、松潤さん の, 恐れとかそういったものを表すんだけれども、やっぱりね怖がってるな、うん、これねワンドの3なんですが、うまくいかなかったらどうしようとか、そういったことをねすごく強くね恐れてる感じがします。ですので、まあ、この過去現在の流れでそういった気持ちがとても強いのかなって感じがしますね。うん、大丈夫ですよ、今年変化がね激しいだけなので、そんなにね悲観しなくていいと思うんですが、そういった部分がね終わりになる感じがします。でこちらですね、これが最終カードになるんだけれども、これねカップの8の聖地なんですが、意味的にはね移ろいって意味があります。まあそのままだよね、やっぱりねさっきから変化変化って言ってるんですけれども、私やっぱり今年はね移ろいがすごい、ほんといろんな意味で物事の状況がぐるぐる変わっていくから、もうそういう年だというふうに割り切ってもらうのがね一番いいのかなって感じがしますね。はい、でさらにいい未来に行くために、松潤さんが望む未来に行くためにどうしたらいいのかっていうねアドバイスカードがこちらになるんだけれども、これがですねカップのナイトの逆位置になります。意味的にはね、誠心誠意今まで通り対応しなさいって意味かな。まあ元も子もないアドバイスだと思うんだけれども、やっぱりねこう感情がぶれる部分があると思うんですよ。ですのでやっぱりこういきなり悲しくなったりとか、いきなりこうね怒りが出てきたりとか、そういった部分もあると思うんだけれども、そういったものはできるだけ抑えて流されないようにして、淡々と与えられた仕事をこなしていくっていうことがね今年は一番いいやり方というふうに言っておりますので、ぜひですね大河とかね大変だと思いますけれども、素晴らしいねドラマをね見せてもらったらいいのかなという感じがいたしました。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよという占いとございましたらコメント欄の方に書き込んでください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。